おはようございます、太田です。7月9日木曜日、今日スニーカーズから発売されるのが ACG のエアズーム青で、カラーが2色出ていますが、僕はこちらに挑戦しようと思います。僕の中ではこれが今月一番欲しいスニーカーですね。水陸両用ということなので、めいっ子と水遊びするときに履こうかなと。もちろん普段履きとしても涼しく履けそうで、しかも素足でもいいんですよね。まあ、特に夏にはもってこいの一足かなと。で、今日はスニーカーズで挑戦しますが、近日発売のところに出てきたのは確か3日前とか4日前とかそんな感じでしたよね。最初はアトモスのローンチリストにアップされて、その後全然他にアップされなくて、でしかもアトモスは抽選じゃないのでこれは購入難しいかなと思ってたんですけど、スニーカーズに上がってきてちょっと希望が出てきました。ただ ACG が好きな人は昔から多いので買うのが本当に難しいんですよね。昔は本当に買えませんでした。今回はどうですかね。競争率が低いことを祈ってます。はい、それでは行きましょう。1分前となりました。よし、10秒前、5秒前、あれ9時だよ。近日発売のまま。どうした？あ、来た。おお、いきなり買えた。約30秒、一瞬で購入できました。あれ、これ欲しい人そんな少ないんですかね。 ACG ゲットです。やりました。これは嬉しい。今年の夏のスニーカー購入することができました。ちなみに今全サイズ残ってます。すごいですね。僕は取れるかどうかめちゃくちゃドキドキしてたんですけど、選び放題ですねこれ。サイズリーク出た時にあんまり話題にならないでほしいなって思いながら今日まで来たんですけど、取れてよかったです。まあ、サイズが全サイズ残ってるっていうのもちょっとなかなか面白いなと。はい、ということで今回の動画は以上となります。今日は ACG のエアズームアウトの戦いでした。まあ、今月一番欲しかったスニーカーなので取れて一安心といった感じですね。これは本当に履くのが楽しみです。届いたらすぐにアップしようと思うんですけど、前回購入したエアジョーダン11のローカット、これがまだちょっとバタバタして開封できてなくて、まだ箱のままの状態で、早くアップしたいなとは思ってるんですけど、ちょっとなかなか、でも来週中にはエアジョーダン11ローカットと ACG エアズーム青もどちらもアップしようと思います。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。